大島串間市は宮崎県の最南端に位置する市である。串間市中心部周辺の空中写真。2008年10月15日撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。宮崎県の最南端、県と宮崎市の南南西約7 0キロメートルの場所に位置している。 東部は日向灘、南部は渋士湾に面する。海岸沿いは日南海岸国定公園に指定され、甲島や問い見といった観光地がある。地域全体においてあまり平坦ではなく、丘陵地帯が多い。隣接する基礎自治体は三つ。北部でわずかに宮崎県都の城市と接し、東は日南市に向かい合う。 西は、鹿児島県渋市市と県境をなしている。夏は暑く、黒潮の影響により冬も、比較的温暖である。夏から秋にかけては、台風の通り道になることが多く影響を受けやすい。冬の温暖な気候を利用し、かつては、プロ野球チームの中日ドラゴンズが、春季キャンプを行っていた。串間市役所や県で先帰還。 串間市立図書館等の主な文化施設、JR 串間駅などは、西方地区にある。延べ市鎌倉幕府滅亡後、室町幕府に命令され、串間に自党として、延べ久森が派遣された。在地豪族と戦い、制圧した。県務3年、延盛森忠が、富山直明所属と共に串間城を攻める。大覚寺、吉明事件室,室町幕府三大将軍。 足利義満の子、義明が、現在の串間市北方にある、永徳寺にて自陣した事件。室町最後の将軍である、足利義明とは別人であり、区別するために、大覚寺義明とも呼ばれる。室町六大将軍、足利義則とは、兄弟関係であるが、義明は義則に、謀反の疑いをかけられ、刑から逃れた。各地を転々とした後、 日向国愚士官を治める延べ氏を頼って、英徳寺に身を潜めるも居場所を突き止められ、柿津元年3月13日吉明は英徳寺にて自陣した。英徳寺の敷地内には、吉明の墓といわれる五輪塔が建てられている。江戸時代は、高鍋藩領で、帯藩と薩摩藩に挟まれた飛び地であった。串間の統治に不審した高鍋藩は、大藩、軍大制度の上に、 さらに都合職なるものを置いて、統治の強化を図った。江戸時代の末期、福島から古代中国の王が、権力の象徴として持っていたと言われる、玉壁が見つかったという記録がある。延辺向はこれまでに、の通算四期、市長を務めている。そして不祥事に伴い二度、辞職または失職している。過去二度の事件は、以下の通りである。 2003年2月17日、串間市、日南市、北郷町、南郷町の4市町で、南中地域に2合併協議会を設置したが、同年中に協議会は解散し、串間市は当面単独市政を継続することとなった。参考米、さつまいも、金柑、マンゴー、きゅうりなど。さつまいもの、山大干渉はブランド化が進み、2018年8月6日、 地理的表示保護制度に登録され、農林水産省において登録承受与式が行われた。近海漁業でアジ、サバ、カツオ、マグロ、トビウオなどが水揚げされ、秋には伊勢エビ漁が行われる。岩ガキやカンパチ、ブリなどが養殖されている。日本水産グループの黒瀬水産が立地しており、渋士湾で養殖したブリを黒瀬ブリとしてブランド化を進めている。 宮崎県発の連携型中高一貫校として、宮崎県立福島高等学校、福島市立福島中学校がある。福島市は、宮崎県立福島高等学校における魅力ある、学校づくりの支援事業として、日本漢字能力検定、実用英語技能検定や、商業系の全商手算、電卓検定、ビジネス文書実務検定、さらには、 被覆製作技術検定、食物調理技術検定など、準2級以上の検定試験を受験する生徒の保護者に、対して、全額の検定量にかかる費用を助成している。小学校か木小学校、中学校高等学校串間駅高速道路市内に、高速道路はない。串間市は、東九州自動車道のルート上にあり、インターチェンジの建設が計画されているが、 施行命令が出ておらず開通のめどは立っていない。2021年現在の最寄りインターチェンジは、東九州自動車道の渋士インターチェンジ。一般国道道の駅主要地方道もよりの、フェリー航路といみの岬場、といみさきそてつ聖地ロケも含む。串間市は、鹿児島県との県境に位置することから、条件次第では、 鹿児島県のテレビ局を視聴することができる。宮崎日日新聞のテレビ欄には、福島のチャンネルとして、鹿野や中継局の番号が記載されている。地上デジタル放送への完全移行に伴い、放送波の出力が弱まったため、山間部において、他県のテレビ放送波を受信することが難しくなった。また地域によっては、 MRT などの宮崎県内を対象とした放送波すら受信が難しいこともあり、協調受信設備を設けるなどの対応を行っている。しかし、串間市中心部の福島地区や本庄地区などの開けた場所であれば、依然として、かのや中継局の電波や和に塚山送信所の電波を受信することもできる。ありがとうございます。